はい、ってなわけでね、今日はこのテーマについて話したいと思います。ちょっとね、今こうフラフラっとしよったら思いついたネタがあったんで、話します。ね、持ち物についてなんやけど、俺が来た当初の時に上げた動画ね、持ってきたらよかったものみたいな話しとったと思うけど、まああれはあれでいいけど、なんかね、ここ5年おって、あ、これってみんな来る前の人知らんよねみたいなことが一個あるんですよ。ね、ネットで調べてもそういうことは書いとらんと。これは異様ではないかと。ウェピーが今これを言ったらね、多分これが定説、定説っていうかな、わからんけど、まあこれからね、ワーホリのいろんな人が言い出すと思うよ。これ、はい、ズバリ何だと思います？僕が身につけているもののどれかです。どれでしょう？キャップ。これはね、誰でもわかるやん。サングラス、これもみんな一等やん。じゃあ何よと。はい、靴です。ね、で、靴なんて当たり前やんって思うやん。で、これミソなのがこの黒の靴、黒の靴がいいですと。ね、いうのはこれなぜかっていうと、ね、オーストラリアで働くときね、大概黒の靴って言われますね。ローカルジョブでもジャパレスでもどこでもいいけど、大体黒の靴って言われるんよね。で、それを持ってきとらんやったらどうなるか、まあ、もちろんこっちで買えるよ。安いやつとか、Kマートとかね、クソ安いやつ。俺も最初持っとらんやったけん、買ったんやけど、あのね、もうそこ、そこがね、マジクソ。安いだけあって、もう何、地べたそのまま歩けようみたいな、クソカチカチ硬くて、もう履いとられんよ。あんなんで仕事できんとね。で、じゃあちょっとグレードを上げて買うか。やっぱりそれもね、良くないよね、結局。やけんが、日本でね、運動靴ね、ちゃんとクッションのある、クッション性のいい黒い靴を持ってこんでか、持ってくるべきね。これ多分ね、もう定説になりますよね。黒の靴は当たり前になるでしょうね、今ウェピが言ったんでね。で、なんだろうな、あとまあ言うなら、黒のパンツとかね、もう、働くときね、黒である必要があるとかね、そういうのもあるけん、黒のパンツとか黒の、靴、これは必要になってきますね。ちょっとね、これだけちょっとこう、あれっつって、これ案外みんな知らんくねみたいな思ったけんが、ちょっと話しました。はい、てなわけで、サクッとウエピーでございました。チャーン。